今日来ていただいた方にはちょっと分かったと思いますけども、ほとんどアマチュアさんの場合は商品説明ばっかりで自分のことをプレゼンテーション全然してないんですね。特には例えば映像の場合は外見力が絶対必要で、大きなポイントはいくつかあるんですけども、絶対やってはいけないこと、皆様のセミナーっていうことを YouTube で検索してみてください。もう仰天するような、今動画の時代だからって言ってこれないだろうという、これであなたも絶対痩せられますって言って絶叫型の人がいまして、その人が太ってるんですよ。お前が痩せろまずお前が痩せろ、これはダメでしょやっぱり。すると動画に対するプレゼンテーションの方法が分かれば、こんな強いことはないんです。本人が出てるわけですから。でもプレゼンテーションという意味では演出は必要で、今皆さんが見てるのは普段の人気です。これもまあちょっと作ってるところもあるんですけどね、割とざるばらんなんですね。でもさっき見せた最後のが引っ張るための最後のところの写真も、写真の撮られ方はやっぱりライティングとか表情の作り方でプロフェッショナルな人がいればいくらでも作れる。動画の場合はどんなに編集でうまくやってもできない部分があります。それはその人の内面が嘘ついたら画像に現れる。必ずどっかで手が震えてたりとか、人前でリラックスできないから緊張して声が、とは多分目線ですけども、極度に演出されたものとか、基本としてはカメラの方をちゃんと向こう側に見なさいということはあるんですけども、極度に演出、プロに頼むとやっぱり極度に演出されるんですね。だから例えば写真1枚、結婚式すごい綺麗じゃないですか、写真でもみんな同じ顔ですよ。で、プロに頼むとどうしても表現力がない人はね、例えばプロマイドを1枚にしたってこう写真しなさいとかで、昔の丸紅はこんな写真だったよね。知ってる？知らない見てないなただのね、見本がいっぱいあるんですね。動画、テレビなんか見るとアナウンサーはどういうふうに喋ってるのか、俳優はどういうふうにしてるのか、ダンサーはどういうふうにしてるのか、そんなことでいろんなネタがあるのに、その皆さんも見てないんですね。それを具体的に教室まず最初に動画っていうのは嘘をつけないんだっていうことは、実際にプレゼンテーション舞台と映画とそしてテレビと YouTube とこんなちっちゃな画面、携帯、この画面のサイズで表現の方向は変わるって分かります？全然違うんですよ。だからどれも本当は、例えば一つのセミナーをやってた時に撮りっぱなしでやるっていうことは、そのセミナーの内容に興味ある人は見るかもしれない。初めて動画を見て、何のことだ、この人がうさんくさいな、この人本当かなと思った時、さっきのような間違い、太ってる人が塩胞子溶剤売ってたり、ディアスリ塩胞子溶剤売ってたり、あと一番まずいのはね、自分自身のこと、声、体、表現力知ってない人が勘違いしてる人がたまにいるんです。全然この人モテんやろうと思う人がモテる状態をしてる。あ